はい、じゃあリモコン入れました。ドローンもスイッチ入れました。で、iPad 入れて、パスコード入れました。はい、ライチを起動します。一応保存してきたので、ここ携帯の電波のないとこなんですが、この iPad 内にミッションが保存されているはずなので、オープンしてみます。町田が水数10から50メートル。読み込み。ただし、やっぱりダメですね。ここ、携帯電波がないのは分かってたんですが、背景の、Google の衛星写真が入ってないですね。iPad のキャッシュに溜まってて、現地でも衛星画像が見れると思ったんですが、残念ながら、見えてません。で、こっちがウェイポイント1で、こっちが2で、現在ここにいるので、まあ、当たらずしも遠からずで、いいところにはいると思うので、ミッションを始めてみたいと思います。うまくいったろう、慰み。それから、今すぐ開始。うまく、あ、来た来た。背景画像来ましたね。はい。背景画像来ました。で、いつでも私は止められるように、例えばそこの松の樹幹なんかが結構こっち側に出っ張ってるので、カニの横ばいをするときに横にセンサーがついてないので、ぶつかる可能性があるので、その時はいつでも止められるように私はここで、一時停止のスイッチに指がすぐ届く感じで、飛ばしてみたいと思います。じゃあ行きます。ミッションをアップロードしています。40 50 90 100、失敗しました。オンポイントノット、なんとか。オプティモードは GPS が入ってないな。はい、残念でした。ここ結構山なんで、こっち林道斜面なんで、当然衛星は遮断されるんですが、衛星10個だけどもオプティモードになってて、残念ながら衛星が来てません。それで離陸ができないんだと思います。まあこういうこともありますね。ちょっとずらしてみましょうか。あ、一瞬 GPS になったね。またオプティになった。そうか、脚立持ってくればよかったな。 GPS の高さをちょっと上げるとまた入りが変わってくるんですが、手で上げますか。手か。またオプティに戻った。あ、GPS 来た。来ました。もう一回やってみます。今すぐ開始、アップロードしています。あ、またオプティに戻った。あー、ホームポイントノットリコーディングやつ。あそこの角に行きましょうか。スタートライン、もしホームポイント良ければ、いっぺん移動して GPS 捕まえた方がいいですね。勉強になるな。ただね、そこでホームポイント作るとね、そこから10メーターなんでね、あそこから10メートルと高さがね、ずれますね。ずれるんでね。そうですね。ちょっとこの辺どうですか。あ、車来ちゃった。
GPS オプティ。感度がやっぱりあそこの方がいいような気がするな。うん、車の屋根か。一遍止めます。はい、こっちも。ビデオも止めてもらおうか。はい、止めます。